北二条、に西四丁目かな、ある維新にいます。維新ということで、その中で、まあ、この中でちょっとご招待いただいてね、ご招待をご迫っているわけですけど、まあ、これ先付けですね。で、この船折り見て、船折り見てくださいこれ。巨大な感じ、ということで、マダイね。あとはこのカニ、毛ガニとかね。あとこれエビか。エビ。あとはサーモンね、鮭。あとマグロ。いろんなものがホタテもありますね。ウニもありますし、このタラバもありますし、結構何気に結構魚好きなんで、魚釣り好きなんで、結構ね、魚の種類とか覚えておくんで、これだけちょっといただきます。すごいな、この。こんな船盛りなんて、どのくらいぶりか覚えてないぐらい食べてないですね。いただきます。船盛りということで、バブルの時代はみんなこういうの食べたのかなと思うと、すごいな感じするんだけど、いただきます。美味しいだから、マグロの中トロ部分かな。うん、美味しいですね。マダイということで、マダイもちょっとね、魚で釣りたいんですけどね、なかなか狙って釣れないんですけど、今度また椅子で釣ってみたいなと思います。これも大きいですね、うん、味の中でこう染みるっていうか、もうこの口の中でとろける感じがたまらないです。あとはウニ、北海道ってウニですよね。そうですね、こんな感じで、ホタテですね。ここからホタテ結構食べたらホタテも大好き、やばいですね。おいしいですね。まあビールで合わせます。どうですか、これすごいですね、こんなに、ね、はい、船盛りが食べ、ね、今2人で食べて、社長と一緒に食べてますけど、どうですか、この、あれは大きいですね、相当、これかぶりつきたい、うちら2人で食べますけど、食べきれますか、これ、なんとか、はい、いけますね、大食い自信ありますか、はい、はい、すごいですね、やばいですね、これ見てください、これ、ちょっと食べてください、どれから、こっからやばいですね。キスしたんですか。味はどうですか。味いいですね。最高ですね。なかなか、はい、はい、やばいですね。魚好きですか。魚好きですね、はいはい、何が一番好きですか、魚の中で。どうですか、マグロですかね。マグロ好きですか、はい、マグロちょっと、あ、いいですね、はい、はい、おーおーおー、いい食いっぷりですね、はい、どんどんいけますね、どんどんいっちゃいますか、はい、それはあれブリですね、これはブリですね、はい、すごいですね。あとはこのカニ、カニとか好きですよね。カニ、はい、これサラバですね、やばいですね、サラバ行きたいですね、はい、やばいやばい、北海道っぽく、はい、北海道っぽく、あ、そういう感じですか、はいはい、ちょっとしょぼくなり、ちょっとしょぼく、はい、お酒はいけるんですか、はい。